どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は10代女性の方です。同じクラスのとある男子からテスト勉強みんなでしないと私と私の友達が誘われて放課後3人図書館で勉強しました。静かに勉強して次の日も誘われたのですが、私と前日とは違う友達を誘ってまた図書館で勉強しました。その日も静かに勉強して帰りに明日は2人で勉強しないって誘われていいよって答えて、そこからたまに2人で図書館で勉強してます。同じくらいの学力なので私がその男子に特に教えることはないのですが、どういうことなんでしょうかとのことですが、どう思いますか？警戒心を解くっていう作戦に出ましたね。もうそれはそう思うしかやっぱないですか？だってやっぱり1対1でいきなり言われたら女の子の方も警戒するじゃない、うん、でもやっぱり友達もいるんだったらじゃあいいかみたいな感じになるから、うん、誘いに乗りやすい、うんうん、で違う女子を誘ってまた3人でやってその後2人でっていうのはまあ結構なだらかな感じで誘ってきたなって思いますね。やっぱり結構好意は寄せてるんじゃないかなと思いますよ。それ以外のパターンっていうのはないですか？あんまりなくないですか？だって同じぐらいの学力でっていうこともあるんであれば、うん、どっちかの学力が上でとかっていうのであれば、なんか本当になんか教えてあげようかとか教えてくれるとかっていうこともあり得るけれども、うん、同じぐらいの学力で一緒に勉強しようって言ってっていうことはやっぱりまあそれなりに好意は寄せてる可能性が高いですよ。じゃあ、好きってことですね。結構好きっていう可能性がありますよね。うん、でしかもその勉強を邪魔するっていう感じじゃなくて静かに勉強できるっていう相手だから、なんか結構気遣いはできる子なんじゃないかなって思いますよ。なんかこう誘いとかも乗りやすいような感じで誘ってくれてるわけだし、だから結構なんか優しい子なんじゃないかなとも思いますけど。割とじゃあ優秀そうなタイプっていう感じはしますか？今のところそうですね。それだけの文章を聞けば、まあ、じゃあこのままこの関係を続けて、その先に向こうから告白する可能性もあるって思ってればいいってことですね。十分あり得ると思います。まあ、じゃあこのね相談者さんがどう思ってるかはあれですけど、まあ今はそういう可能性が高いんじゃないかってことで、まあ、参考にしていただきましょう。はい、じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。